おお。はい、今日は何しますか？ロングノーズエレファントっていうお魚にご飯をあげていきます。はい、ロングノーズエレファント。はい、この子です。来るか。食べてる。何？何あげてるの？これ赤虫をあげてます。赤虫。はい。食べてた。じゃあアロワナモスの古代魚。古代魚の。はい。おお。おお。一生懸命探してます。下顎のところ。そこ映したいな。取れるか。伸びてるところ、顎なんですけど。うん。下顎がちょっと出てるんですけど。こう鼻がピヨーンって伸びてて、はい、でその先に口があって、さらに顎のなんか下にちょろちょろ動いてるやつがあるって感じだな。あ、そう。鼻がピヨーンって伸びてて、はい、でその先に口があって、はい、さらに顎のなんか下にちょろちょろ動いてるやつがあるって感じだな。あ、そう。伸びてる顎の部分も、うん、なんかいろいろ引っかかってんだけど、顎の部分のその下の長いところで今やってるんですけど、ご飯を探してるって言われてます。絶対今持ってあるこの砂ですね、このぐらいの深さだったら下に潜ってるものが生きてるか死んでるのかも判別することができるらしいです。え、匂いとかね。電気だって言われてますね。調べたら電気だって書いてあります。いや、この顎のところに電気がするの？静電気を感じていくみたいな、なんかサメタッチみたいな感じだ。ああ、へえ。実際電気も実は出してます。電気も出してる。はい。電気も顎から出してる。いや、実は電気出すところは違うのらしいんですよ。はい。あ、確かにね、はい、そこからあの電気を出してる感が、はい、すごい当てられてる。当てられて電気をね、ビリビリしたと思います。